はい、皆さん、今日もおはようございます。岩関西バディの井出です。皆さん、今日もお元気でしょうかはい、僕はですね、昨日は、えー、運転免許証の更新に行ったりとか、えー、ミーティングをしたりとか、あとは、ポッドキャストを編集したりとかね、えー、いろんなことをしていたんですけれども、 そう昨日、運転免許証の更新ですね。それに、まあ3年ぶりかな。確か3年ぶり。うん。免許証は更新がですね、3年に1回くらいしないといけないんですけれども、その更新するたびに、免許証の色が変わるんですよね。そう。色が変わるんですけど、緑が一番最初そして次が青。そしてその次がゴールド。 金色ですね。っていう順番に変わるんですけど、このゴールド免許をね、えー、取るっていうのは、まあちょっと、ちょっと誇れるような感じ。そう。見てゴールド免許やで、みたいな。ちょっと自慢できるような感じの、えー、色になるんですけど、僕が次にゲットするのはゴールド免許で、そう。あのー、ちょっと誇れるようなカードなんですけれどもね。まあその、このゴールド免許。 運転が上手な人が取るっていうのが、えー、ルールというかそのみんなが思っていることなんですけれどももう一つはその運転しなかったらそう事故することがないのであの、うん、ゴ,ールゴールド免許になるんですよね。そう僕は運転をほとんどしないので、えー、自然とゴールド免許が取れることになりました。<laughs> えー、この7月の末に、ね、免許がまた返ってきます。 そうで、あと、そう、ちょっと聞きたかったことがあるのが、あのー、運転免許証に使う証明写真。証明写真ってありますよね。証明写真って、これ、いくらぐらいかかります皆さん。いくらぐらいの証明写真のあの機械、使ってますか昨日僕が使ったのがですね、1000円もしたんですよ。1000円。 そう1,000円もすると思って前まで400円とか500円で取れたくないって思ってたんですけどそう1,000円でこの証明写真機って Google マップでも調べられないのでもうなんか 街を走っていたり、街を歩いていたりするときに偶然見つけて、あここにあるんだっていうぐらいでしか場所が分からなかったので、ああ、もうここしかないんかなと思って1000円払って証明写真撮ったんですけど、どうですかね皆さん、証明写真いくらくらい払ってますかねぜひちょっと教えてくれたら嬉しいです。僕は1000円も払っちゃいました。はい。でね、えー。 この更新をするときにちょっとレクチャーを聞いたりもするんですけれども、そのレクチャーを聞いていたときに思ったこと、それがですね、やっぱ声って大事ですね。うんその運転免許を更新するときに講義を聞かないといけないんです。レクチャーをですね、三十分くらいのレクチャーのを聞いてから、それで更新ができるんですけど、声が本当に大事。その講師の人はですね、 まあ、多分話してる内容は面白かったんだろうけれども、声が小さかった。<laughs> 聞こえなかった。何言ってるか。マスクもして,なしてたしね。そう、マスクもしていらっしゃったから、もう本当に聞こえなくて、ああ、声って大事だなっていうふうに思った、えー、講義でした。僕もこれからね、たくさんの話をこれから皆さんにしていくことになると思うので、声の部分注意をしてやっていきたいなというふうに思いました。 はい。というわけでですね、今日はタイトルに入っていきます。苦難は楽しむものっていうお話をしていきます。内容に入っていく前に一つお知らせをさせてください。岩関西バディでは、つながる日本の心という日本文化オンラインコミュニティを制作中でございます。たくさんのイベントを通して日本の文化を学べたり、そして 日本文化が好きな似た者同士の人とつながれて友達になれたり一緒に日本文化を学びながら友達を作るそんなことをテーマに作っている日本文化のオンラインコミュニティを今やっております8月には体験版を発表するんですけれどもこの7月中はですねその体験してくれるメンバーをどしどし募集中でございますのでぜひぜひ皆さんチェックしてくれたら嬉しいです 概要欄のリンクから Discord のコミュニティに飛べるようになっています。よろしくお願いします。はい。というわけで、今日のタイトル、苦難は楽しむものというお話をしていきます。皆さんが苦難に直面したとき、そういったときってどういう感情を持ちますかどういう感情ほとんどの人がちょっとネガティブな感情になってしまうと思うんですよね。苦難を 持ったとき、苦難に直面したとき、うわぁ、もうこんなんできるわけないじゃんとか、ああ、もう嫌だ逃げ、逃げ出してしまいたい、もうやりたくない、こんな苦難から逃げてしまいたいって思う人がほとんどだと思うんです。で、僕もですね、実際にその一人でもうやるべきことを決めてね、よし、これをやるぞって決めて、これをいついつまでにやるぞって決めたのにもかかわらず、全然その目標、 までほど遠かかったりとかあのスケジュール通り行かなかったりしてもうあとはまさかのねハプニングトラブルに見舞われたりとかそういった形で困難が襲ってきた時は僕もねああもういや,いや逃げてしまいたいもうやめてしまいたいって思うことやっぱりあるんですよねうん困難が直面した時困難が現れてきた時もうあいや,いや逃げたい 思うんですよね、はい、そういう人たちがほとんどだと思います。ただ、昨日ですね、えー、読んでいた本、僕は一日一度、ほとんど必ず読む本があります。それは、一日一言不指導という本なんですけれども、ここの内容がですね、えー、とても面白かったので、それを共有したいと思います。そこに書かれていたこと、それは苦難は楽しむもの。 ってていいうお話がされていました。苦難を一つの余興のように考えるべきだっていうお話がされていたんですね。重量上げ、ウェイトリフティング皆さんがこういった競技を見るときっていうのはあとは自分自身がウェイトリフティングをして例えばベンチプレス100キロ上がるようになったぜ120キロ上がるようになったぜみたいな話をしているときこういうときって余興。 または楽しいことですよね。自分を試せる。自分の今の力を試せるような感じですごく楽しいものだと思います。嫌いだけれどもウェイトリフティング頑張ってますっていう人は、まあ少ないんじゃないかなと。そう、クラブ活動とかをしていてね、そういう無理やりやらされているっていう状況の人とはまた違って、ほとんどの人がジムを通う、ジムに通う時はですね、自発的に行ったりとか、 もっと強くなりたい、かっこいい体になりたいから行きたいって思って自発的に行っていると思うので、ウェイトリフティングをしているとき、こういったときは、楽しい、楽しみながらやっていると思います。困難、人生においての困難、苦難も、これと同じように考えるべきというお話です。一つ困難が襲ってきたら、自分の,その持ち上げているウェイトにプラス10キロ、 積み重ねられる。もう一つ困難が襲ってきたらもうプラス10キロされるというような感じでその困難という名の重量をですねどれだけ自分が持ち上げられるかどれだけの重量を持ち上げられるかそれを測るそれを測ってそれを楽しみながら乗り越えていくべきだっていう話だったんですよねウエイトリフティングでは例えば目標の100キロを 到達した時100キロやっと上げれたぞって思った時それがめちゃくちゃ私服で達成感にあふれることだと思うんですけれども人生においてもその困難を乗り越えた時に達成できるその時の感情その時の喜びを目指して頑張っていくべきじゃないかなっていう話をしていたんですね後ろのその本に書かれていた言葉です「困難は心の力を測る親」って言われていました 困難は心の耐久力を測るための余興遊びだということですね。生活しているとたくさんの困難に見舞われてですね、ああ、もうこんなの嫌だと。もうやめてくれ、逃げたい、逃げたい、なんで僕ばっかり、なんで私ばっかりって思ってしまうと思うんですけれども、そんな時こそ、この困難は、困難こそが自分の人生を豊かにして達成感を与えてくれたり、 成長する機会を与えてくれたりするものだということですね。頭に入れて生活することで、より楽しい生活ができるようになるんじゃないかなというふうに思いますのでね。この困難は心の力を測る親。この言葉を胸に、僕も精一杯頑張っていきたいと思います。今実際ですね。こんなに 直面中です。だからこの言葉がね、えー、すごく刺さりました。なかなかスケジュール通りにいかないプロジェクトでありますけれども、引き続きね、もうやれることは全てあって、全力を出し切って、精一杯努力をしてですね、目標達成に向けて歩んでいきたいなというふうに思います。はい。というわけで今日は、苦難は楽しむものというお話をしていきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。 つながる日本の心体験版、皆さんの募集、皆さんの参加、お待ちしておりますので、ぜひぜひご検討よろしくお願いします。はい。では、素敵な一日をお過ごしください。ほな、また。